聞いたら損します。すいません、すいません、すいません。で、子供に残したい漫画ですよ。子供に読ませたい漫画、残したい漫画。僕一個ありますよ。僕大好きな漫画があるんですけど、ガンバフライハイっていう超いいの出たね。これは超王道スポーツ漫画なんですけど、ね、最近の漫画、これ結構昔なんですけど、いわゆるあの体操の漫画なんです。それ雑誌で言うと何あるんですか。サンデー、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 少年週刊サンデー。ここ、まあ、その体操のこうリアリティがまずすごいっていうのと、うん、なんか僕あれで結構体操の知識をすごいちゃんと知れたっていうのが結構。体操って新体操、機械体操、釣り輪とか、釣り輪、アンバー、鉄棒、もう結構この知識力すごいのもありつつ、結構この少年のこう成長を結構中学校ぐらいから追っていくんですかね。中学校からどんどん追ってって最終的にオリンピックで金メダル取るみたいなストーリーなんですけど、まあ本当王道で、点数の入れ方とか分かんないもんね。そうなんですよね、うん、ただそこでこう自分の発明した技が大会に一番最初に出した時に名前がつくとかっていうのがまあストーリーになってきてたり、個人的にはなんで子供に読ませたいかっていうと、結構この主人公やっぱ努力するんですよね。この努力とあとは友情、もう王道なんですけど、努力、友情、勝利、はい、少年ジャンプじゃないいやけどその中でも王道やね、あれは王道なんですよね。王道、これでも王道、今言ったことって現代ではあんまないのかね。今って努力っていう過程が結構少ない感じが、うん、修行面白くないんでしょうね。面白くないんですかね。でもドラゴンボールの方が面白くないのか。ドラゴンボールの重力が重くなるとか、精神と時の部屋とかって面白かったですけどね。確かにね、あれは理屈ですよね。強くなる理由がちゃんと書かれてるというか、うんうん、破壊王のりたかとか懐かしい、知ってます？知らない、めっちゃベストキッドみたいな特訓をするんですいいね、こういうことしてたら強くなるみたいな壁塗る服みたいな、そう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 、なんかね、女の子の更衣室を、ね、覗いてたらいつの間にか強くなるみたいな、ね、そういうエピソードばっかりなんですあ、確かに、ね、まあ、っていう、まあ、王道を、うん、まず子供にはこうしっかり頑張ったら、うん、ちゃんと友達も熱い友情もあって成長できる、あんなにそれを伝えられたらすごい分かりやすくていいですよね。そうですね、うん、それにちゃんと知識がついてきたのが良かったですよね、うん、で体操っていう未領域の、なんでそもそもそれ読もうと思ったの、これ何なんですかね。体操興味なかったでしょ、うん、全然興味なかったんですけど、うん、きっかけ大事友達が持ってた本の中に入ってたんですかね、うん、確か。あ、なるほど。で、面白いなと思って中学校の頃はバーって見て終わって、うん、大学の頃に全部買い直すっていう。おお、じゃあ印象にやっぱ残ってたんですね。残ってたんですね。相当好きなのね。相当好きですね。結構じゃあ礎になったんだね。礎ではありますねまあ、あのやっぱり体操を見ると面白いんですよね。あ、なるほどね。あのその知識で実際にその出てた技が出てくるとか、おおみたいな、ここでやるんだみたいなのとかがまあ見れる。なるほどね。でそれをちょっと鼻高みたいな感じで説明できるじゃないですか、体操ってちょっと知らない人が多いんで、うん、そうだね。で今はまあだいぶ有名になったんですけど、まあ、あの時は全然そこが楽しかったっていう。王道か、なんかあります？僕だから王道系ってなんかあんまり漫画ってピンとこなくて、ほうほうほう、だからそのアンチっていうか、うん、その変、え、絶対やだ、あんなの気持ち悪いよとか、はいはいはい、っていう方にたまたま行っちゃう。梅津和夫とかですか？だからあのそういう気持ち悪いじゃなくて、だからあの牛島君がそうです、ね、そう、牛島君だったりとか、うん、あともう一個好きなのがエンブレムテイク2っていうヤクザ系のやつがあって、あ、うわ懐かしい。でもそれはちょっとなんかコミカルで、そのダメなヤクザがタイムスリップして過去に戻るんですよ、はい、ほう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 、死んだ瞬間に過去に戻って、はい、だからやり直しができるっていう、ね、ほうほうほう、うん、で真人間になっていくとかそんな話なんですか？いや、真ヤクザになっていく、真ヤクザになっていく残り詰めていく、何やりやがりですね。そういう話なんですね。これなんで子供に読ませたんですか？いや、読ましたくないんだ。読ましたくない読ましたくないというか前提、でも現実ってこんなもんだよなっていうか、
牛島くんなんか見ててもすごい僕は思うの。だから確かになんかほらね、その借金して雪だるまになって、はい、金払えなくなって、うん、ジャンプしてたら気づいたらすげえ借金になってて払えなくなりました、うん、じゃああなた風俗で働いてください、うん、でもうそれが耐えられなくなって覚醒剤に手を出しました、うん、みたいな、うん、でそれだけ聞くと、うん、わなんかなんて漫画だと思うけど、うん、でも間違ったらそうなるよねって。あ、反面教師的に、反面教師的に、はい、それは、ね、そもそもあのその女の子のきっかけがあれだから、はい、その会社の中での女子グループの中で見栄を張りたくて始まってるんですよ。それってあんた必要なのって話です、ね、そういうささやかな気持ちが地獄への扉かもしれんよみたいなことを、そうだから身の丈に合ったことでいいじゃんとか。お、冷静ですね。これ子供に読ませたいって何歳ぐらいになったら読ませたいんですか。いや、そう言われるとこれ私も渡してこいよって言われたら隠すそれまだ早いのよ。大学生大学生いや、ごめんなさい、子供じゃないな、大人になってからだなこれはあの、おいしん坊がいいなと思いまして、おいしん坊って、うん、一応こうあのパターンがあって、うん、こう調子に乗ってる店長みたいな人が出てきて、うん、でこう増長していると、うん、でそれをこう山岡さんが、うん、もうこんなんじゃ全然ダメだっていうガクンと落とすと、うん、そしたらこうもっと大切なものっていうのを教えてくれる、パターンだよね、パターンがある、水戸黄門みたいな、そうそうそう、もんですけどね、なんか結構人生の本質を悟されるような、そうなんですよね、ところあるよね、料理もそうなんですけど、うん、ちゃんと心をちゃんと伝えようと、うんうん、でこう、その山岡さんは時々こうお父さんに貝原雄山に負けるじゃないですか、負ける、はいはい、あの辺もいいんですよね、うんうん、で貝原雄山もちゃんとしたことを言って、うん、増長してる山岡を息子を諭すっていう、そういうなんか、うん、あのお互いに成長してるんですね、あの物語がいいな。ああ、なるほどね。でも、おいしんぼ出てくると思うんですよ、ね、なかなかその辺の裏を読めるのってことも難しいかもしれない。いや、なんか見てたら分からんかなみたいな。初めの方の貝原雄さん、本当にクズ人間です。本当クズです、ね。本当にクズ人間ですよ。こんな奴らに車持たすなって渋滞の中で言ってますから。周りを見て。あの不思議なのは、うん、なんでこれあの山岡さんは、うん、こうあんなに知識があるのかって、うん、貝原雄山にすごい愛されてるじゃないですか、うんうん、まあ、幼い頃に英才教育を受けてますよ ね。でも貝原雄山はお母さんをこんなまずい飯食えるかボカーンとかつって、うん、この死に追いやったみたいな恨みがあるじゃないですか、うんうん、だからそのあの家系は子供の頃どうだったのかなとかすごいこう、うん、イメージしちゃうんですよね。結構好きなのは美味しいもんだから美味しいもんばにやる山岡さん結婚した後の話してます。知らないです。栗田さんが朝食作るんですよ。これはすごい有名な話なんですけど、その朝食に対していちいち全部ケチをつけていくんですよ。豆腐の大きさから焼いた魚の焼き方からって言ってめちゃくちゃキレられるっていうシーンがあるんですけど、あ、親父と同じことこいつやってると思ったんですよ。なるほどね。本当にこれ深いなと思ってこれ作者もすごいですね、うん、そこまで狙ってたのかどうかわかんないですけどね問題を起こしたのがたまたま主人公だっただけっていう可能性ありますけど、もうこれ本当お母さんをずっと見てきて、あいつみたいな父親が来て、うん、でお母さんをいじめてたっていうのを見てたので、うん、全く同じことですよ、ね、これは怖い。遠い神話で強烈なエピソードで、うん、その、 あの貝原雄山の師匠の人がいるんですけど、でその人が若い人と結婚すると、でこれの若いのは全然料理とかもできないから、あのなんか教えてやってくれっつってこう山岡さんに言うんですよ。そしたら、まあ、ご飯の炊く味噌汁を作るぐらいは簡単にできますよ、教えますよっていうのを貝原雄山がなんだとと、これもうめちゃめちゃ難しいんだぞと、だったら勝負だっつって、で貝原雄山のなんか弟子みたいな人に同じ料理を作れっつってご飯炊くんですけど、で、まあ、炊き上がったご飯を、まあ、あのその師匠が食べて、うん、あもう山岡君のは素晴らしいねって言うんですよ、うん、でこの貝原雄山の弟子のやつを食べたら、もう山岡のやつが臭く感じるみたいなことを言うんですよそれしじみの味噌汁のやつ。そうそう、しじみですね。俺それだけ唯一印象残ってるの
あれすごいのがその後、うん、キッチンに行ったらそのご飯粒一つ一つが揃えてる揃えてるんですよね。しじみも揃えてるお盆の上でそんなことをする嫁さんとかもマジに嫌じゃないいやでもなあ僕の印象はちょっとそれアニメで見たんだけど、はいはい、印象違ってて、はい、だからあの四郎がいや高飛車にいやしじみといえばどこどこさんだろうみたいな、はい、あれといえばここだろうみたいな、はい、それで勝負してて、はい、いやいやそんなんじゃ勝てんだっつって、はい、あれを見てみろって時にいや同じ素材の中でも同じように炊き上がるように、はいうんうん、そうあれも結構ねそのおもてなしをそうお金もない時にどうすればいいかって考えたらもうできるところをやりましょうっていう。できるところっていうのはまだ先があるんだぜっていうことを教えてくれる。そう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 、すごいそれだから、うん、僕はそういう印象だった。あいいですね、だからいいじゃないですか、子供に美味しいもん。これ小学生に見せていいですか。小学生に見せていいですか。でもそれをそうだよなって思い始めたのって社会人だったんですね。そうですね。なぜかフラッシュバックしてそれが小さい頃に見てたものです。そんなもんない今のところガンバぐらいしかハマってない。まあ、けど前この話した時は何せ大井龍馬でしたっけ。あ結論としては大井龍馬いいね。大井龍馬いい、うん、面白いあれは。あれはいいよ。でもちょっと小学生には難しいでしょうね。あれそうっすね、やっぱ時代背景とか、うん、あの社会っていうのを多少理解してないと合祀とか上司とかちょっと分からないと分からないかもしれないですよね。歴史ちょっとし勉強し始めたタイミングが一番いいのかもしれないですね、うん、でも興味は持つきっと歴史、うん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 、あんなに面白いのって思うでしょうね、うん、読んだら、うん、事実はかなりかけ離れてるところもあるんでしょうけど、ねうん、架空の人物いっぱい出てきますからね。そう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 。小西さんは何を読んでたんですか。まあ、最近の身近なエピソードで言うと僕あのやっぱりドラえもんなんですけど、おあのドラえもんの、あの、うん、あの映画のやつ原作のやつがあるんですよ。まあ、あれあの藤子 F 不二雄が書いてたの12、3冊ぐらいまで、うん、僕そこまでしか持ってないんですけど、はい、それをあの友達の子供にあげたんですよ、はい、小学4年生ぐらい。そしたらねめちゃくちゃハマってくれて、お何度も読み返してるっていう報告をもらって、おおもうよかった俺、ま、漫画置いててっていうそれは何を伝えたいんですか。うん、でもあの基本的に大長編のドラえもんってあれなんですよね、はい、なんか一発アイデアものみたいな感じになってて、なんかあのいろんなところに冒険行くんですけど、例えばそれが海底だったりとか、あの海底って分かんないじゃないですか、あの普通に生きてると、でねテレビとかもやってるけどあんまり、でもそれをなんかすごい身近なものとして冒険に行けるところとして描いてくれたり、まあ、あの宇宙もそうだし、あとあの、まあ、3巻 の大魔教っていうのがあるんですけど、はい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 、聞いたことありますか。ありますよ。あれってなんかあのブラジルの奥地、アマゾン川の奥地の方に常にこう犬のやつでした。あ、そうそうそう、犬のやつです。常にこうなんていうんですかね、雲が陰ってる山脈のあたりがあって、だからこれ衛星でも見れない。だからそこに実際足を踏み込まないと分かんないっていうところに、あの人間とは違う進化をした人たちが住んでるっていう話だった。あとは地球の中が空洞で地底がある世界があるよみたいな話なんですよ。あそこも SF な感じがありますね。この一つ一つがこうなんていうんですかね、おって思わせるワクワクするのがあって、こういうところに興味を子供に持ってもらうっていうのはすごい。確かにそういうなんか想像力も最近だとなんかあんまりないというか、うん、多分進撃の巨人とかあるじゃないですか。でもこうなんだろう、ワクワクするのかな、恐怖を前提に描いてますよね。そうね。最近ね、血生臭い漫画多いですよね。多いですよね。うちの姪っ子が本当あの東京グールにハマってて、東京グールって人を食うじゃないですか、はいはいはい、あれがすごいお気に召したみたいで常に、うん、あの口から血が出てる女の子の顔を描いてますよねなんか包帯するとか、そう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 、なんか嫌だなぁちょっとね、あれまあまあ興味があるんだったらいいけどみたいな、まあ、いい思っちゃうみたいな。やっぱその時に出す本が美味しんぼじゃないですか。これいいぞっつって美味しんぼね。もっと美味しいものあるぞ。美味しんぼね。そう、でもなんかあの味はあるけど食いつき悪いよね、美味しいもんってね、きっとね。まあ、一話完結ですしね、あの離れやすい。そうそうそう、絶対アニメの方がいいですよね、美味しんぼ。そうですね。漫画結構なんか
うん、疲れ青年誌だしね。そう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 、青年誌だしね、もともとが。そこで言うとスラムダンクとかって小学生でどういうふうに見るんだろうね。あれはまあいいんじゃないですか。いまだに、うん、あのなんかバスケ始めることがバイブルらしいですよね。だよね、まあ、そうなんですね、らしいらしい。そうだな、子供に読ましたいですね。昔の漫画も血生臭いのいっぱいあるじゃないですか。北斗の拳もそうだし、ジョジョもそうだし、うん、まあ、割と男塾とかもそうなんですけど、そうですね、すぐ死んですぐ生き返る、うん、コロコロとかあ、コロコロのねダッシュ4クローとか、この絵のタッチの軽さ軽さ読みやすい、確かに優しい優しいタッチのね。でもなんか全然大人が読むようなものを読ませてもいいのかもしれないですね。寄生獣とか、うん、ああ言ったらね、七夕の国とか、そう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 、うん、うちの母親はあの巨人の自然観を持ってたんですよ。へ、僕3歳ぐらいからこれ読んでて、はい、うちの兄貴も一緒に読んでるんで、すご常にこれの話どこでもできるんですよ。エピソード全部覚えてるんで。根性、努力、根性、勝利じゃないですか、はい、友情入ってないんですか。友情全部壊れていきますか。あの漫画は進むにつれて確かに壊れてるね、はい、そうなんです。ライバルも離れていく、うん、親友も離れていくし、うん、肉親も離れていく、うん、みたいな感じで最後恋人を死んじゃうみたいな。ああ最後じゃないですね途中で死んじゃう。どんどん孤独になっていって、あれ多分書いてるうちにそれしかなかったのかな。そうでしょうね。昔の漫画ってそういうのないな。あ、あ、ありますあります。出口がないやつ、うん、明日の情とか面白いんですけど冷静にはひどい話ですからね。うん、そうですよね。ジョーは幸せになったんですかね、あれは。いや、まあよくね、死んだか死んでないかって話ありますけど、まあでもやりたいことをやったんでしょうね。やり尽くして終わるみたいな。意外と子供におすすめできる本って難しいですね。そう、難しいな。難しいかもしれないですね。だから次、僕あのそのドラえもんを渡した子に何を渡そうかっていうので、ちょっといろいろ悩んでます。本当このゴールデンウィークに書いた時にそのフィードバックをもらった。これちょっとテーマ変えてあれですけど、あの盆栽っていう、ちょっと僕の中で作ってるんですけど、前にこうあの前の会社時代にこうオシオシっていうやつがいて、でこう音楽を聴いて、まあ、ヒップホップが好きなんですよ。でそこでヒップホップの元ネタはジャズだぜっつって、ジャズ の、まあ、メジャーどころなサンプリングされたやつをこう教えたんですよ。でめっちゃハマったんですよ。で次こういうの聴こうと思うんですけどっつって、その関連のやつをこう言われたけど、待て待てと、次はこれを聞きなさいと、うん、余計な枝を切って次はこれっつって、で俺好みに育て上げるっていう楽しみがあって、でもそれいいパターンなんだよね、うん、本当は。まあまあシンパシーがすごいあったので、うん、盆栽、盆栽ができたっていう話なんですけど、だから盆栽したらいいんですよ。盆栽したらいいですね。本当は子育てでそれをしたいんです。その通りにいかないの。いかないですね。あ、え、でも大概そうでしょうね、うん、でもあれにいるじゃない、なんかそぴったりですか。ぴったり、あ、これいいぜって言うとこういうなんかうまく乗ってきてくれて、はい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 、でやってごらんって言ったらやってみて、でハマって、ハマってやりたくねえのとやらなくていいよ、やりたいとかって言って結局続けるみたいな。でも本当分かんないですよね、どれがハマるのかっていうのは。子供は、うん、ね、自分の血だからハマるだろうと思ったら全然ハマんないとか、一瞬ハマってくれたから超調子乗っちゃって、あれこれ詰め込むとこされるとか、離れちゃう。あ、なかなか盆栽は我慢ですよ、ね、盆栽は我慢なんですね。盆栽我慢っす。そういう時は数打てばいいって話ではないんですか。じゃないの。ちゃんとこれを触れた後これっていう、こうシナリオをちゃんとこちら側で用意してあげて、そう、そういうことでしょ。でこういう人間になっていくっていうのをこうやりたい、うん、でそれはあれなんですか、木は見てるんですか。木の特性も見つつ、木がどこに成長していくかで、まあ、僕はおしおしの場合は、うん、あのこれを聞かせた後、あんな話で盛り上がりたいなっていうのがあるんですよ。ああなるほど。でこれを聞いて、これを聞いた後、こことここつながってんだよみたいな話をしてあげたら、この木は喜ぶだろうなとかっていうのをイメージして、なるほどね、育っていきたいんですよ。あ、素晴らしい。そこで途中でうーんってなったらまた違う方向転換。それはあのやっぱね、こういくつかの引き出しをこう許せるところ、でも許せないところはこうちゃんと切っていかないとそこに行っちゃうので。なんだそれ。
まあ、うん、結局子供に読ませたい漫画もそういうことなんだよね。そうやって確かなんかこう指導、まあ、やらせたいあるフラグがに対してポンってあげて、うんうん、そこから次をっていう感じ、うんうんまあ、反応見つつ、 自分の理想の方向に、やっぱその話題で盛り上がりたいじゃないですか、うん、その読ませた漫画でこうあのシーン良かったよねとか、うん、だそれでとコニタンと、うん、の違いはあれだと思うよ。どうやったら喜ぶかなじゃなくて自分が喜びたいと思う。ああそうそうか、そういうことです。だからもう出てくる。すごい男。これを読ませよ。なるほどね。定義が違いますね。俺を最大化するためにゴールが話がしたいですもんね。でも結果としてそれで盛り上がっていくっていう意味では素晴らしい。喜ばせたいとか盛り上がりたいっていう意味では合ってるのかな。合ってるかもしれない。だってもしよしはもう自立した気になりましたから、ね、確かにね相当影響深いけどね相当影響が深い。野生に返しましたなるほどね、まあ、子供に読ませたい本は以上です。あ、こんなもんなんですか。こんなもんなんですか。こんなもんなんですか。これ着地がちょっと見えないからこんなもんなんですか。引き続きこのテーマは引き続きそうですね。第2回読みましたよ。これは第2回ね。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ。黒糖さつバター。うん。美味しい？ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しいやってる。牛角宜野湾店、好評営業中。相談しても損するのコーナー。はい、はい、今日第1回。そうですね。今日もお悩み来てますね。はい。でも僕なんですけどね。何ですかお悩みは。僕いつも夜寝る前に YouTube と Amazon プライムをたしなむんですけど、気づいたら2時っていうことが多くて、僕1個やめ時も1つあって、仰向けでこう見てるんですよ、上に、うんうんうん、手を使って、うん、で眠くなりすぎて携帯が落ちて頭に落ちた瞬間に寝ようと、ね、ああそれはもう眠いからあ、それって新しいもの見るのいつも。いやまあ何個かあるんで、まあ、見てる し、うん、し僕アニメが結構メインと、まあ、ドラマかドラマちょこちょこなんですけど、アニメとかだと30分区切りじゃない。そうなんですよ、うんうん、30分区切りっていうのがやめにくい。そうしかもね、うん、Amazon プライムだと予告が入ってる時にこれが出るからね。あ、もう次に、うん、あ、もうこれ次行くしかねえじゃんって思っちゃう。すぐ次のエピソード15秒飛ばしして、そうそう、オープニングとエンディング飛ばして23分だったらもう一話見るそう、やめられないっていう話だろ、本当にこれ。本当やめられないですよね。やめ時ね、やめ時か。そもそも中途半端に止めたくもないんですよね。もう乾燥して寝たいんですけど、見始めるのを早くする。あ、それは本当にいい。でもそれは家族持ちだといろいろはばかれる。すごく言われますね、うん、携帯ばっか見て。まあこれ難しいけど、本当に1話ずつ見るようにするっていうね。うん、1話ずつ見るそんなの嫌なんだよね。何個かあるんですよ、うん、そのアニメがまあ5個ぐらいあって、うんうん、1週間でこう配信されていくわけじゃないですか、うんうん、見たくなりません？途中であこいつもあったこいつもあったみたいな。15分ぐらい経ったら一回 CM っぽいなんか入るじゃないですか。そこでやめる。それは生殺しですね。寝れない。それやめるぐらいなら1話でやめるよって話じゃないですか。じゃあ寝る前に見るのがそもそも良くないっていうことになってくる。なるほど。朝に早起きして見る。これ風呂に入るときとか、あと食器洗うときとかに見るんですよ。見る。そしたらもう風呂が終わったら終わり食器洗い終わったら終わり。確かに。ってなるので、うん、まあ寝る前も見ますけどね。見るんかい見るんかい。いやもうずっと見てますよね、そう考えると、うんうん、寝る前はラジオですよ。ラジオ、ラジオ聞く。あ、まあ、ラジオだったら。それはもう本当リアルタイムのラジオ。
それともアプリで、アプリで、アプリでタイマーとかあるので、それでも自動的にオフになるみたいな感じで、もう寝落ちしちゃう。楽しみを、夜の寝る前の楽しみはラジオに焦点を合わせるというのはどうですか。あ、それはまあいいですね、うん、目つぶりながらも聞けるっていうのはすごいですね、うん、でも聞いたら損するを聞きながら寝る。ああ、もう早く寝たい。これだ。なるほど。もうそういう風に持っていったの、ね、入眠番組。入眠番組。あ、それは面白い。今までその立ち位置なかなかなかったかもしれない。入眠番組です。朝起きて次これ聞きたいって思わないって。もう早く寝ないと人生を損していくな。一秒でも早く寝てやろう。いいね。これ解決しましたね、うん、いいですね。じゃあこれはこれでおしまい。なんか座布団出そうなぐらいいい落ちね。何これ。